かってはいるんですよ。夫がお尻にいてケツを書くのが嫌なのいいじゃない、別にお尻にケツ書いたって話でしょ。そんなことにとらわれてないで、もしあなたがそれを感じた時にね、見た時にすごく嫌な気分になるって言ったら、この嫌な気分を手放せばいいだけで、夫にねお尻を書かないでって言うんじゃなくてね、そのお尻を書いてるの見ればすごい嫌って思った時に、その感じているものをただ手放せばいいんです。そうで、もうもしどうしても私は手放しましたよって、でもやっぱり自分が嫌なものなので伝えたいんですって言うんだったら伝えても構わないけど、でもそれは変えるために伝えるんではないんだよってこと。例えばあなたがじゃあご主人に、ね、おケツ書くのやめてって言ったとするでしょ。でも嫌だよ、俺はケツを書くよって言ったとするじゃん。でもそしてもそれでも結局それに対して自分が、あ、そうだ、何か、え、なんで変えてくれないのよってちょっとでも感じたら、私やっぱり変えようとして言ったんだなってことが分かるわけだから、その部分を手放しておけばいいです。こうやって、そんな喜びもだから何って、こういう客観的に見て、そんなね、わーってよ喜べるようなことが起きたのに、それもだから何って、じゃあ何が喜びで何が面白いんですかって言われたわけ。実際にで、もっと言われてるね、だそれじゃあ人間らしくないと思いますっていう。だから今までの生き方がもしも人間らしいって言うんだったら、皆さんは目を覚ましていくにあたっては人間らしくなくなります。そしてこの喜びとかっていうものも、今までみたいにそのキャーとかワーとかもうわーって湧くような、そういうものは体験をしなくなりますっていうと、だからそれがつまらないじゃないですかっていうわけよ。みんな喜びを求めて頑張るんですよね、幸せになりたいと思って頑張るんですよね。でもそれをそんな引いた、だから何っていう視点で体験する喜びや幸せっていうのは一体何なんですか、それはもうなくなっちゃうってことですかって、それも手放すってことですかって言ったから、そうですと答えました。あなたが全てを作っています。あなたが作っているので、あなたは自分の現実をどうとでも変えることができます。でもそれは知識で知っているだけでは変えられないんです。あなたがこの一喜一憂しない、この目覚めるというスタンスに立った時に、これをあなたが主導権握って変えていくこともできるようになるんです。だからどれだけ知識を詰め込んでもあなたは変わらないですよ。本当に生き方に変えていかないと。だからしつこく恋した親に従って、そして出てくるものを手放して、ね、これシンプルじゃない、ね、恋したわよに従って、出てくるものを手放して、3、4、言ってください。恋したわよに従って、出てくるものを手放して、これすごいシンプルなことなんですよ、ね、でもこのシンプルさに立ってたら目覚めるっつってんの。本当に。だからこのシンプルさを、簡単さを、ね、受け入れて、これから本当に簡単な世の中になります。一回なんだろう、あなたがって話じゃないから聞いてほしいんだけど、老後ってみんな言うけど、老後ないかもしれないでしょ。なんでみんな老後があると思ってんの、ね、みんな老後があると思って、なんで生きるつもりでいるの、ね、死んでしまうかも、パンパンって明日死んじゃうかもしれないじゃん。だって本当にそうでしょ。だからもう老後があるっていう考えを捨てて、ね、もしかして老後があるかもしれないけど、ないかもしれないわけだから、ね、だからそこにとらわれない、今しかないんだから、今をとにかく充実させてごらん。そしたら老後、あなたが何十年先かもしれない、その老後がやってきた時に、毎春をいつもいつも充実させてると、この老後を迎えたこの今この瞬間も、だってここは今この瞬間になるじゃない、もうすっごい充実してるけどってなるから、だから先のことを考えなくて絶対に大丈夫だから、先のことを考えて貯金をしておかなくて大丈夫ですから、わかる、大丈夫だから、今を充実させることに集中して。本当に抜けたいなって、もう疲れたなっていう人たちが、実はこれで大事なのよ。もう嫌っていうのすごい大事 で、このもう嫌ってなると、こう厳しさを返して、なんかもういいかなって、今までのそのストレスに満ちた生き方ずっとこれもうやり続けるの本当にって、こう自分に問いかけるようになるんだよね。そうするとこういう情報を入れようとするの。だからすっごいいいことが起きてるわけですよ、ね、それが今世界中で起きてきてます。
すっごいいいことです。ただ残念ながら全員が目覚めるわけではない。残念じゃないね、別にそれは自由だからね。残念っていうのは適当じゃないな。でも僕からしたらちょっと残念だなって思うわけ。だってもったいないなって言った方がいいか、もったいないなと思うわけよね。だって、ね、そのくせさ現実がうまくいかないって騒ぐでしょね、だからだったらもう人のせいにしたりしないことだよね。ああだこうだっていうふうにそれを物事のせいにしたりしないことだよ。一つはやめちゃうことです。こういう人がいたの。え、私主婦なのでやめることはできません、いいからやめてみてって言ったのね。でもその人はえ、でももうどうしても嫌だからやめますってやめたの。で、やらなかったんだってずーっと。そしたら、ご主人がやり始めて、ご主人に料理の才能があることが分かったんだって。で、ご主人はやってみるとすごい楽しくって、で、それで突き出しちゃったって、ずーっとこれからは、ご飯担当は主人になりましたっていう人がいたよ。でも、それはその人なんだけど、だけど、そうやって一回やめてみて何が起こるのかっていうのを試してみるっていうのも一つのやり方です。ね。そして、やめるとだって色々出てくるもん。え、でもやらなきゃやっぱいけないんじゃないのかしらとか焦りが出てきたり、いろんな。で、これをあなたは統合するじゃない。シュッ。ね。それで、統合して、で、あなたが統合すれば意識と波動が上がり、高い視点でこの物事が見えるようになった時に、あ、え、結構さ、こうやれば料理って楽しいかもって見えるかもしれないんだよ。今は嫌だというメガネで見てるから、だから全部が嫌に見えちゃう。ここで苦しいわ、悲しいわって泣いてる人がいても、もしあなたがワクワクルンルンしていたら、私は幸せだわって言ってください。言って、本当に。悲しいの、辛いの、どうしたらいいかしら。そうなんだ、でも私はすごい幸せだよ。とか。ね。で、こうするとさ、何が起きると思う？この人、は？なるよね。この瞬間に、この人の殻がバリバリバリって破れます。でも、違いました。私の場合はバリバリバリって破れたんじゃなくて、もう絶交するって言われました。わかる？こうなった時も、あなたは動じない。あなたがもし、もう無理。あなた人として最低ない。もうさよなら、言われたとします。その時に、ってなったとしますよね。そしたら、あ、これで、それね、って言って、その人の前でパッカーンって開いて、シュッってやってごらん。手放すんです。本当に。もうそれぐらいの軽やかさでいてください。ふざけてないです。本当です。僕、人前でも普通にやります。いろんなことを理由にして、そんなことしてたら調和が乱れるじゃない。そりゃそうだよね。みんなでスクラム組んで寝てたんだから。もう楽しいことばっかりやって、わーって広がってって一人で抜けがけになっちゃうでしょ。だから、そうやって教わってきたんです。だから今度、あなたは、ちゃんと目を覚ましていくにあたっては、このワクワクや喜びやって僕が恋したわよって言ってるものに、完全に従っていく必要があります。そしたら目覚めちゃうから。でも、最初は、まだ眠りのサイクルの時には、覚めちゃいけなかったから。だって、あんだけの苦労をして眠ったわけだから。さっき言ったでしょ？眠るほど苦労なことはないんだよって、大変なことはないんだよ。でも、眠ったわけだから簡単に目覚めちゃいけなかったんだってば。そうすると、上がろうとするとグッと押さえるのね。上がろうとするとグッと押さえるわけ。だから、この上がろうと皆さん今日はし始めるんで、止めに使っていたのがうわーっと出てくると、止めに使ってたかわかる？こう張るわけよ。なんかパンパンになります。体の節々が痛いです。みたいになります。それは全部抵抗ですので、これは何ですかという質問はありません。わかります？で、自分軸に一致するためにリセットしてね。これがあると迷うんだからね。これがなくてまっさらな自分になったら、もうちゃんと自分軸に立って迷いようがなくなります。だから、あ、私繋がってるって言って過去の滑車を切り離そう。切り離して、手放して、深呼吸をして、と自分にガチって一致するのね。そうすると、その状態で何食べようかなって言うと、あ、ラーメン。って明確にわかります。もうそうやって来るんだもん。ラーメン食べるのよ。牡蠣だってそう、牡蠣好きな人いる？牡蠣好きな人。牡蠣も、僕も好きなんだけど、食べようとすると、食べるなって言ってきたりするのよ。つまり、やったことがないからわかんないけど、食べたら当たるんだと思う。
つまりそうやって自分のこっちの意識は食べたいと思ってるんだけど、この深いところの方がやめろって言った時、あなたはこっちに耳を傾けてほしいんです。今のは頭ね、あ、食べたい、牡蠣だから食べたい、だけどそうじゃない、こっちがやめろって言った時は絶対こっちに耳を傾けるのが大事。それが OK。 だから皆さんにもこの喜びを体験したくない、まあ上と上の言っていたことを僕が言ってるんだけど、この喜びを体験したくないですかって、もし体験したいのであれば、あなたが今までの生き方っていうのを手放していくことで得ることができますよ。つまりこれは何を言ってるかっていうと、あなたがその幸せを求めて外に外にってやっていた、もうみんな見つけるじゃない、家を手にすれば幸せを得られるかもしれない、彼さえいれば私は幸せになれるかもしれない、これさえあれば、お金さえあれば幸せになれるかもしれない、これ全部が崩壊するのよ。形あるものは全部壊れていくでしょ。だってイリュージョンなんだもん、外は。でみんなこれに疲れ果ててるんだってば、これを得られれば、これさえ手に入ればって言って、そうやってイリュージョンに向かい合っていく、走り込んでいくっていう生き方に疲れてるんだって。でもこの旅が本当の意味で終止符を打つの、目を覚ますってことは、もう外に求めなくていいんだってことが分かるから、全部自分の中にあるんだってことが分かるから、泣くよ。僕もたまにこのことが去って話すことがあるけど、結局このことが去って話すとバイブレーションが出るんだよね。わかる？話してるうちに共振が起こり始めて、そうだんだん大きくなっていくんだよね。そう、そうするとでもこれをすぐ外しちゃうじゃない、ちょっとシューンってなっちゃうんだけど、そう結局こうやって僕たちは眠りのシステム、みんなで話し合ってね、起きた出来事を話し合って語り合って、それで眠ってきた歴史っていうのがあるから、どうしてもなかなかここから抜けられないんだけど、皆さんは今日境にここから抜けようと決めてくださいね。世間話をしない、じゃあどうすればいいの、何を話せばいいの、あなたが感じてることを話せばいいです。あなたがだんだん認識力が広がってくると、本当にね、宇宙船が見えるような気になってきたりするんですよ。まだ肉眼では捉えてなくても、なんかいるような気がする。そしたら唐突に、ねえ私さ、この上に宇宙船がいる気がするって話せばいいんだって。本当にそういう会話にして。